こんにちは、花クラブの宮川です。今回はラナンキュラスのバスケットアレンジのご紹介です。優しいソフトカラーを横長のカゴにフラットタイプにデザインしました。使用花材はラナンキュラス、アジサイ、デンファレ、桜小町、コアニー、アイビー、ブプレリウム、ユーカリ、アカシアです。まずはラナンキュラスから刺していきます。綺麗な薄紫を少し傾けて前方に配置します。後方に一輪、左右、コーナーと順次刺していきますが、各部分の見え方が異なるように刺します。私が気をつけているのは4つのコーナーの作りが違うようにすることです。例えば同じ色やサイズのラナンキュラスを4つの角に同じ角度で刺すと単調で面白みに欠けてしまいます。花材を変える、サイズを変える、刺し位置を変える、何かを変えるといいですね。サーモンピンクを紫の隣に配置します。補色関係のオレンジ系を配置してセンターを目立たせます。花の中心が少しずつずれるように刺します。アイビーやアカシア、アジサイを刺し隙間を埋めます。アジサイは若干低めに刺し、各部分のアジサイのボリュームが違うようにしておきます。コアニーです。茎が柔らかいので折れやすいです。切り口の近くを持ち少しずつ送り込んで刺します。デンファレです。花が裏向きにならないように顔が綺麗に見えるように刺しましょう。つぼみも短めに入れておきます。桜小町です。茎はあまり見せずに花を寄せて刺します。花材が密集してきているので、先に入れたお花を傷めないように、反対の手で空間を作って刺していきます。桜小町やラナンキュラスのつぼみを少し長めに刺し、浮遊感を出します。
ユーカリです。こちらも少々長めに、先端がちょっと出るようにしておきます。グレッシュなグリーンが入るとまたイメージが変わります。IB の先端を流します。完成です。今回は高低差をあまりつけませんでしたが、それでも隣り合う花材が全く同じにならないようにします。高さは同じでも角度が違うとか、角度は同じでも高さが違うとかすれば大丈夫です。わずかな高低差をつけて花材を寄せてアレンジします。すると可愛いイメージに仕上がります。花の間から少し高めに配置したグリーンやつぼみたちも可愛いですね。優しくて柔らかいアレンジになりました。今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次回のレッスンでお会いしましょう。またねー。